どうもひろきです。今日もねスニーカー紹介したいんですけども、前回前々回とリボックと来ていて、僕のチャンネル見ていてくれてる方はわかると思うんですけど、結構アディダスを買うんですよ僕普段。割とそのデザイン的にバシッとくるのが多いっていうことで、別にアディダスじゃないと履かないとか、アディダスしか好きじゃないとかそういうわけじゃないんで、全然いろんなブランドの見た上で、最終的にアディダスに行ってしまいがちっていうだけな話なんですけど、もう買い久しぶりにアディダス出ました。あのね、これ出た時ね全然良くないと思ってたの、正直そのちょっと理由があって、いやもう見せましょう。じゃんじゃん、こちら飛んでるかな、はい、ヤングワンっていうスニーカーです。はい、こちらなんですけども、これもねダットスニーカーの部類に入る形のものなんですけども、これ出た時に色ドラゴンボールとコラボっていうことで、オレンジだったりフリーザカラーとか、なんだろう、ピッコロとかあったのかな、シェンロンか忘れたけど緑っぽいのとかがあったりとかで、うーんっていう感じだったんですよ。そっちのコラボの方は あくまでも僕的にですよ。だからドラゴンボールが嫌いとかでもないし、アディダスが嫌いっていうわけでもなかったんですけど、なんかこうピンと、あまりピンとこなかったスニーカーなんですよ正直。ただそのコラボカラーじゃないものもあって、それがこれなんですけど、そっちを見た時に白とあと黒とかもあるのかな、これのコールブラック、トリプルブラックかがあるんですけど、そっちを見た時にあれこれ良いぞと、もしかしたら良いぞと、思いまして、僕夏に白いスニーカー多分ね3つ4つ購入してるんですよ。でもスニーカーってやっぱりすぐ汚れるじゃないですか、白ならなおさらで、いつもは暗い色の靴を購入しがちなんですよ。やっぱりね、たくさん履きたいじゃないですか靴。だけどね、夏場ずっと白履いてて、やっぱね白い靴いいって白い靴いいって思って、こう清潔感出るし、汚れてなければね綺麗だし、白いスニーカーっていいなと思って、じゃあもう一個冬場用に購入しましょう。じゃあどれにしようか、ヤングワンにしました。ちょっと寄ってみましょうかね。はい、こちらになります。すごくない、もうこの辺とかどうしたのっていう、このバランスのね、いい意味での取れてなさ。最初なんだこのデザインと思ったんですけど、ダメだね、見てるうちによく感じてしまうという、見慣れてしまうと何回も見てるうちによく感じてしまって購入すると。でこの色使いがね実は良くて、このスウェード部分がちょっとグレーで、でメッシュ部分の白と、その上にもう一個、意外とこれが良きだなっていう、またダットスニーカーとか呼ばれるタイプではあるんですけど、そこまでボリュームががっつりあるっていうわけでもなく、これ割と履きやすいんではないかなって思って今回購入しました。このねヤングワン、ドラゴンボールコラボカラーの方に本当にみんな目行きがちで、そっちのなんかこういい悪いっていうような評価がありがちなんですけども、実はこのノーマルのホワイトとかブラックが意外と使える疑惑があります。はい、僕はね見ているうちにいいんじゃないかなと思って購入に至りました。気になった方とかね、あんまりそのこっちの色チェックしていなかった方はね、ぜひチェックしてみてください。はい、印象ね変わるかもしれません。というわけで、今回はアディダス、久しぶりにアディダスのスニーカーでヤングワンで紹介しました。ひろきでした。じゃあ